まさみさん、いつ出ていくつもり？そんなに引きこもってて、カビ生えるわよ。はい。出ていくつもりと言われても、ここは自宅なんですが。自宅っていうか、実家でしょ？実家にまだその年で住み着いてるなんて、恥ずかしくないの？しかも引きこもりだし。自宅でできる仕事なので、家でやっているだけですよ。実家にも住み着きたくて住み着いてるわけじゃありませんし。はいはい。なんとでも好きに言い訳すればいいわよ。でも、引きこもりに人権なんてないからね。それはさすがにいろいろなところから文句が来そうな発言ですけど。事実でしょうが。言っちゃ悪いですけど、こっちのセリフですよ。はぁ？エリカさんと兄が勝手にうちで同居を決めたんですよね。それなのに、私を追い出そうとするのは違うんじゃないですか？意味わかんないんだけど、これだから義妹って嫌なのよね。めんどくさすぎる。義妹だからめんどくさいというわけじゃないと思いますけど、考え方が違いすぎるからそうなるだけじゃないですか？いい歳して親と住むなんてキモいのよ。人権もないくせに調子に乗りやがって。人権はもちろんありますし、なんで私が住むのはダメで、あなた方夫婦が住むのはいいんですか？同じく親と住むってことですよね。私たちはあんたの親のために住んであげてるのよ。え？そうなんですか？今後のこととか考えたら一緒に住んだ方が安心でしょ？だからご両親を安心させるために一緒に住んでるのよ。そうですか。でもあんたは親がいないと生活できないでしょ？その年になってそれって恥ずかしいわよ。生活能力がなさすぎると思わない？え、それってどうしてそう思ったのかわからないですけど、私は別に親がいなくても生きてはいけますよ。料理ができることだけは褒めてあげるけどさ、それだけできればいいってもんじゃないでしょ。もっと自立しなさいよ。だから在宅ですけどちゃんと働いてるんですってば。それにエリカさんこそ今は働いてないですよね。兄がいないと生活していけないのはエリカさんの方なんじゃないですか？はぁ？なんでそんな言い方あんたにされなきゃいけないのよ。これだから引きこもりは。だから別に好きで引きこもってるわけじゃないですって。仕事が忙しいんですよ。家でやってる仕事が。私は働こうと思ったらいつでも働けるんだから、あんたに言われる筋合いなし。あんたとは違うのよ。でもエリカさん、生活能力で言ったら家事もできないですよね。それで一人で生きていけって私に言ってますけど、私を見下せるほど自分はすごい存在なんでしょうか？自立してるって言えるんですか？私の話じゃないでしょ？あんたは引きこもりクズニートなんだから出ていけってことよ。違うって言っても分かってくれないんですね。それに私はもう結婚してるんだからいいのよ。あんたは何なの？家にずっといて家族の重荷になってるだけじゃない。重荷ですかね。本当にうちの両親や兄から何も聞いてないんですか？あんたのことなんて聞くまでもないわよ。だって明らかにただの迷惑因子なんだからね。つまり聞いてないってことですよね。ということはエリカさんが一人で勘違いしてるってことでは？勘違いって何よ。あんたが家の厄介者だってことは一目瞭然じゃない。だから早く出て行けって言ってるのよ。出て行けってエリカさんが決めることじゃないですよね。私が決めます。私も住んでるんだから。みんな迷惑してるんだから出てけ。みんなって誰ですか？私も旦那も家族もみんなよ。あんたができるのは料理だけだし、あんたが出て行っても料理なんて義母にさせるからいいの。自分はやるつもりないんですね。わかりましたよ。とりあえず今忙しいんで。そうやって逃げるつもり？部屋には勝手に入らないでくださいね。仕事してますから。失礼します。最近出かけてたみたいだけど、何？引きこもり卒業したの？出張ですよ。ちょっとやることがあって行かなきゃいけなかったんで。出張とか、かっこつけて。どうせまた親の金で旅行でも行ってるだけでしょ？違いますけど。どうせ信じないと思うんで、何でもいいです。で、何の用ですか？私たち、引っ越したから。は？これからは一人で頑張れよ。何言ってるんですか？
引きこもりニートはそろそろ自立すべき。家族全員で近所の豪邸に引っ越したから、その家はもともと賃貸だったらしいし、自分で払えば残った家具はくれてやるわよ。何言ってんの？家族全員出て、うちの親も？そうに決まってるじゃん。ノリノリで引っ越したわよ。しかも近所の豪邸って何の話？もう一軒別に家持ってるなんて知らなかったわよ。だからそっちにみんなで引っ越すことにしたの。引きこもりで家にばかりいるニートの義妹を置いていくのは当たり前だよね。だってまさみさんの自立のためですもんね。親もそれにノリノリで同意したってわけですか？そうだよ。私が説得したらみんな最終的には超乗り気だったよ。自分たちは豪邸に引っ越すのは当然の判断だよね。その豪邸住めると思ってる？あんたがいない間に家族全員で引っ越してやったわ。ニートとは縁切るから頑張って一人で生きろよ。わかった、好きに行きますね。二度と顔見せるな。それがあなたたちの希望ならもうそれでいいです。後悔しても遅いからね。それじゃさようなら。ねえ、どういうこと？何の用ですか今度は。今の家から退去しろって言われてるんだけど、不法侵入みたいな扱いになってる。おかしくない？なんかまさみさんの名前になってるらしいんだけど。いや当たり前ですけど。え？その家私の家なんで。は？どういうこと？そこ私が自分の名義で買った家なんで、なんで勝手に鍵持ち出して住むことにしたのか不明ですけど、もちろん通報しました。さっさと出て行ってくださいね。まさみさんの名義ってどういうことよ。引きこもりニートにそんなお金あるわけないでしょ。それはあなたが勝手に勘違いしてただけでしょ。さっさと出て行きなよ。家から退去させられて家族で住む場所なくなればいいんじゃない？意味不明なこと抜かすんじゃないわよ。なんでまさみさんが家なんて買えるの？親の金で買ったくせに我が物顔するな。私は投資家で、豪邸も私のものなんですけど。え？投資家？その家族は私がいないと生活費も出せないし、住む場所もなくなるって知らなかったみたいですね。まあ今更知っても遅いだろうけど、大問題になる前にさっさと出て行った方が身のためですよ。何言ってるの？さっきから言ってることの意味がさっぱりわからないんだけど。わからないと言われても。ちなみに実家だった家はもう引き払うことにしましたから、他の人に貸すんで、忘れた荷物とかあったら自分で持って行ってくださいね。月末にはもう退去してもらわないと困るんで。え？だから意味がわからない。何言ってるの？本当に頭悪いんですか？何もわからないんですね。だってまさみさん投資家って何？投資家でググればいいんじゃないですか。投資家と不動産経営で生きてるんで、あなたが実家だと思ってた家も私の持ち家で、数年前に両親が浪費しすぎて借金の方に実家取られちゃった時に貸してあげることにしたんですよ。は？借金？だから要するに私が一緒に住むことで家賃もいいよってことにしてたけど、今はもう一緒に住まないんだったら他の人に貸すし、あなたたちには住んでもらいたくないってことです。じゃあこの豪邸も追い出されて、そっちの家にも戻れないってこと？そうです。あなたたちはもう住む場所ないですよ。本当に言ってるの？なんで私が親の力を借りないと生きていけないと思ってたのか知りませんけど、実際は逆ですからね。親はあなたたち夫婦が払ってくれると思ったから引っ越したんだろうし、一緒に同居を決めたんじゃないんですか？どっちもどっちというか甘いですよね。じゃあご両親は私たち夫婦を当てにしてるってこと？あなたはうちの親を当てにしてたみたいですけど、お互いそういう意図だったってことですね。どっちもバカですね。こんな豪邸持ってるんだからお金持ちなのだとばっかり。私のものです。今後貸す予定だし、出て行ってもらわないと大変なことになりますから。うちの両親も私のものを勝手に自分たちのものかのように思って、私の仕事を舐めてるところがあったんで、これで気づくんじゃないですか。ま、借金持ちの両親と頑張ってやっていってくださいね。その借金って何よ。家がないだけじゃなくて借金まであるの？父の収入のほぼ全ては借金返済に回ってますよ。はあ、じゃあどうやって生活してたっていうの？私が払ってたに決まってるでしょ。私の持ち家、私の出してる生活費、
その家に勝手に住み着いて文句言って追い出そうとして、挙句に勝手に引っ越すって、あんた本当に頭やばいね。だって、そんなの知らなかったから、てっきり両親が金持ちなのかと。違うに決まってるでしょ。あの人たちの金の使い方見てたらわからない？ま、でも自業自得ですよね。何が？両親の浪費癖を知らなかったのも自分の甘さだし、これからは兄と二人で頑張って。ちょっと待ってよ、うちの旦那だって借金あって賃貸の家賃が払えないからって実家に戻ることにしたのに、これ以上借金まで背負うなんて無理よ。借金も返済できないだろうし、そもそも生活費が回るといいね。料理の話もしてたけど、うちの母はまずい創作料理ばっかり振る舞うから、自分で作るようにした方がいいんじゃない？じゃないと高級食材とか買いまくる人間だからね、あの人は。料理なんてできないよ。やっと豪邸で専業主婦できると思ったのに。他人のものを自分のものだと勘違いして勝手に行動したせいよね。自分のせいで全てを失うことになったんだから、自業自得でしょ。せいぜいこれから頑張って働いてくださいね。結局、エリカさんたちはマサミさん名義の家から退去させられて、家族で住む場所を失ってしまったんだそうですよ。元の家に戻ってこようとするも、すでに家は別の家族と賃貸契約済みで戻ることもできず、マサミさんに助けを求めたエリカさんたちですが、縁を切ったからもう話すことはないとブロックされて絶望したんだそうです。結局エリカさんたち夫婦で義両親を養うことになったそうですが、義両親も旦那さんも借金持ち、借金を返済するためにエリカさんも働きに出されることになったんだそうです。専業主婦として豪邸で有意義に過ごせると思っていたものの、仕事に出ることになってしまい、さらに働いても働いても減らない借金を見て、毎日絶望しているんだそうですよ。義両親の浪費癖を直すことに苦労しているんだとか。一方でマサミさんは面倒な家族と縁を切ることができ、今後は自分のために生きようと誓ったのだそうです。毒家族から離れることも必要だったのかもしれませんね。